私は、地球や宇宙に産する天然の、こういった岩石とか、まあ、隕石とか、まあ、あと温泉から取ってたガスとかに、ごくわずかに含まれているガスの、重さの違うものの割合を測って、まあ、こういったものがどこから来たかということを調べる研究をしています。まずこちらが、温泉で取ってきた水ですね。でこの中に、ガスが入っています。でこの温泉のガスで、この温泉の起源何なのかを調べるということをしてますし、あとこれは、地球のマントルっていう、まあ、地下30キロより深いところから上がってきた岩石ですね。地球のマントルにもし穴を掘って壁を見たら、こういう緑の綺麗な宝石でできていると思っていいです。あとこちらが、隕石ですね。あの空から降ってきた石、これは、地球の外から来た岩石で、太陽系ができた頃の、情報を残しています。例えばこういう岩石ですと、この岩石を真空の中で加熱したり砕いたりして微量のガスを取り出して、でその中に入っている、ある種類の元素の重さが違う原子を一個一個分けて、その数を測るんです。でそれが、物によってはすごく少ないので、まあ、それが測るときは嬉しいということになります。まずはですね、あの地球の深いとこから来たものほど面白いので、まあ、例えばこういう岩石の中でこういう結晶がはっきりしているものとか、この結晶の中で地球の深部でしかできないものが入っている石があるとすごく嬉しいですね。鉱物とか石とか見ると全部研究資料に見えるので、まあ、宝石もその起源を調べたいと思って、砕いたり、溶かしたりしたくなっちゃいます。分析するには、あの分析装置というのを自分で作ったりするんですけど、まあ、それを作るのがすごい好きなので、多分研究者じゃなかったら何かものを作る、例えば、まあ、機械とか、まあ、車とかいろんな電化製品とかいったような開発するような仕事をしてたんじゃないかなと思います。まあ、何でもいいんですけど、これだったら、まあ、世界で自分が一番になっている、技術が必要で、私の場合はその微量のガスを測るっていう分析技術だったら世界一だと思ってるので、まあ、それが多分研究者としてすごく大事なことだと思います。